藤原の藤本敏史がテレビ朝日のテレビ千鳥に出演した際、千鳥の大悟とノブに対して土下座で謝罪する一幕がありました。番組開始直後、大悟はもうノックとかいらんと思うとコメントし、藤本に対する直撃テロップが表示されました。楽屋に到着したノブが扉を開けると、藤本がそこにおり、謝罪の場が設けられました。藤本は二人の前で土下座し、本当にご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでしたと頭を下げましたが、大悟は即座に彼の髪色を指摘するなど、さらなるいじりで応じました。このやりとりは、藤本が以前の番組収録中に起こした問題が原因であることをほのめかしています。その後、藤本は早いって、来るの、まずチャンスの時間からやろ、で、ステップ踏んでからこっちやと反論しましたが、大悟はさらに湿っぽなっとけよ。まったまだ、と雷を落とし、藤本を圧倒しました。藤本が V 振りを試みた際も、大悟は根が多いな、何かと再びツッコミを入れ、藤本は苦笑いでやり直しを余儀なくされました。最終的に、皆さん、ご迷惑をおかけしました。テレビ千鳥秋の大運動会ご覧ください。どうぞと述べましたが、大悟からさらに右手の動きをいじられ、もう嫌や。もう嫌や。まだ休む。もっと休む。わかった。早すぎたと、藤本は結局耐えきれずに爆発しました。この出来事は、藤本が活動自粛から復帰して間もない状況でのプレッシャーと、彼が直面しているメンタルの負担を如実に示しています。千鳥の厳しいいじりが、藤本にとってさらなるストレス源となっていることは明らかで、彼のこれからのテレビ出演がどのような形を取るのか、注目が集まっています。